エミール・カール・ハンス・マウスは、ドイツの軍人。第二次世界大戦中、ドイツ陸軍第七装甲師団長などを務めた。27人の白羊、兼、ダイヤモンド付き師鉄十字章受章者の一人である。最終階級は、装甲兵大将。1898年、シュレース・ビヒホルシュタイン州リューベックのプレーンにて3人兄弟の、長男として生まれる。 1914年に第一次世界大戦が始まると、陸軍に入隊するために、実家学校を中退する。当時彼は、陸軍の入隊加減年齢である17歳に達して、いなかったものの、地元政治家の助けを得て、入隊を果たし、第162両兵連隊へ配属される。1915年には二級鉄十字章を受章。1916年、 17歳になったマウスは、先行により、正位への野戦昇進を果たす。東部戦線に移った後、一級鉄十事賞を受賞。一時期は、イタリア戦線に移ったが、戦況悪化に伴い東部戦線に戻り、陸軍航空隊への入隊を果たす。しかし飛行訓練中に墜落事故を起こし、一命は取り留めたものの全身を骨折して、前線を離れ、そのまま敗戦を迎える。 戦後も、共和国軍に残留する。1918年の11月革命の折には、エアハルト海兵旅団に参加した。1921年10月22日には、中尉に、昇進して、シレジア法基地鎮圧に加わり、その後間もなく除隊した。1925年まで印刷業や、小売店などで働いた後、司会を志志学について学び、 ハンブルクの学生結社であるブルシェンシャフトゲルマニアの会員となる。1929年3月1日、30歳になったマウスは医学、私学博士の称号を得て、リューベックにて診療所を構えて定住する。1934年9月1日、共和国軍の国防軍への改組に伴い、マウスは第69ハンブルク連隊付けの隊員として現役に復帰し、 1938年4月1日には、少佐に昇進している。1941年9月のポーランド進行には、第1装甲師団に所属する大隊長として参加しており、1940年5月からは、フランス戦線に移る。1941年4月1日、中佐に昇進。独祖戦が始まると、マウスは、東部戦線に移りハインツグデイリアン将軍率いる。 グデーリアン総甲集団の先方大隊を率いた。ドイツ軍によるモスクワ侵攻は失敗に終わったが、この最中に発生したウグラ川共闘法をめぐる激戦の中、マウスは部隊の戦力維持に成功する。この選考により、1941年11月26日付で、騎士鉄十字章を受章している。1942年3月、第4総甲師団に移る。 4月20日には大佐に昇進し、第33総攻敵団兵連隊長となり、10月まで、務めた。5月中にはオリオールを守備する、戦いの中で重傷を負うが、わずか2ヶ月後には連隊に復帰している。その後、負傷した、ディートリヒヒホンザウケン少将に代わって、第4総攻士団を率いる。彼の指揮下にある間、士団は、 クルスクの戦いにおける包囲を突破して脱出に成功している。1943年11月24日、この選考に対して彼の騎士鉄十字章に白洋が塞られた。また1943年8月には白兵戦勝同賞を受章している。1943年冬には臨時で第8総合師団長を務め。 1944年1月28日より第7装甲師団長となる。1944年4月1日、少将に昇進する。その後、師団はカルパチア方面へ移動した。1944年10月10日、中将に昇進する。さらに23日には彼の騎士鉄十字章に検証が付された。1945年春。 赤軍の春季攻勢が始まる。第七装甲師団を含む3個師団は、ゴーテンハーフェンにてこれを撃退した。3月23日の戦闘において、マウスは、砲弾兵による重傷を負い、左足の切断を余儀なくされたものの、負傷後も数日間は、タンカの上から部隊を指揮した。その後、東プロイセン及びポメラニアの難民と共に、コッペンハーゲンへと構想され、 師団がメクレンブルクに逃れるまでは、コッペンハーゲンより指揮を続けた。1945年3月26日、第7師団長の職を、ハンス・クリシュテルン大佐に引き継ぐ。1945年4月1日、総公平大将に昇進。4月15日、騎士十字章にダイヤモンド賞が付される。彼は26番目の白羊剣。兼 ダイヤモンド付騎士鉄十字章受賞者であり、また、ドイツ国防軍における最後から二番目の受賞者であった。敗戦後、マウスはミュンスター収容所に収容された。この間に妻と二人の子供は死去している。1947年に釈放されると、ハンブルク・バンズベクにて、司会として、再び診療所を開業した。この頃に再婚しており、息子が一人生まれている。 ドイツ連邦軍が新設された際には、復帰を申し出るも、健康状態を理由に拒否されている。1959年2月9日、心臓発作により死去。A.B. ファイトシェルツァー、ダイリッタークロイストレジャー1939-1945、スケツアース・ミラテア、バーラグ、ロニース、イエーナ2007、 ISBN 978から3から938,845から17から2、S531。ありがとうございます。